皆さんこんにちは。今日はですね、8月に行きました高知の日帰り観光の様子を動画にしてみました。まず最初にモネの庭に行きまして、ランチは、秋しらす食堂というところでしらすをいっぱいいただいてきました。その後は、岩崎弥太郎の生家に行って、帰ってきました。モネの庭に関しましては私のセカンドチャンネルで、詳しく紹介しておりますので、その動画で紹介していない売店やカフェの様子を主に入れております。それでは、最後までぜひご覧ください。かき揚げがいい。かき揚げ。次の手に入れます。
たこれ。ラジでこれです。違う、また来る。私は、じゃあこれにしたら高いから怒る？でも怒りは。じゃあこれにしようかな。かき上げるちょっと。日本列島、ああ向こうが北海道、ああ日本列島、こっちが九州かな。すごいね。ちょっとそれ写真ちょうだい。ということで最後は岩崎弥太郎さんの銅像を見て、その後おぼけこぼけの渓流のそばでソフトクリームを食べて帰りました。今日はどうも最後までご視聴ありがとうございました。